こんにちは、皆さん。本日はですね、ペチペチをやめたらやられてしまう、まあ遊びがあるじゃないですか。なんと今回ですね、僕がチャージャーで、サボってる子見つけたら、ポーンってこうやって、打ち抜いて倒してやろうかなと思います。ってことで、まず、挨拶を、新入生の挨拶をね、彼らにやっていきたいと思ってるんですけど、ちゃんとやってるかな？ちゃんと。あ、やってる？あ、やってるかい？やってる？現場監督みたいな入りました。今ちょっとなんかでも歩いてる。この二人ちょっとなんか歩いてたの俺見つけたけど。まあまだ、俺は到着してなかったし、いいだろう。で、今回このペチペチを、サボると、やられてしまうんですけど、はい。やってる？ちゃんとやるんだよ、みんな。ペチペチをね。それやめたら、抜かれるからだ。ってことで、本日、サボってはいけない、チャジャバトルですね。やっていきたいと思います。さあ、頑張ってね、みんな。頑張ってね。はい、ちゃんとやってますか？ちゃんとペチペチしてますか？ペチペチしてますか？ね。ちょっとでもサボるの見つけた瞬間、俺容赦しないからね。巷ではね、鬼のうなちゃんって呼ばれてるから。鬼のね。で、君、遅くないな、なんか、あれ。ちょっと遅くない？めっちゃ速くなってる、めっちゃ速くなってる。めっちゃ、急に速くなるんだよ。あ、君たちも？君たちもちゃんとやってね。そう。ま、世間ではね、鬼のうなちゃんって呼ばれてる。だからもう、怒ると、もう火山が爆発したような、日本がもうね、耐えられないぐらいのね、鬼ですからね。もう、何言ってるかわかんないやつ。やってるか？ちゃんと、やってるか？ちょっとさ、トイレ行ってきたくなったんだけど、そのまま続けといてね。絶対サボっちゃダメだよ。じゃあ僕トイレに行ってきます。はい、ブリ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 。ブリ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 。あ、すっきりした。さあ、ちゃんとやってるかな、みんな。あ、やってるかな？大丈夫そう？大丈夫そうか？もうちゃんとやってたんや。あ、そうだ。ちょっと今日の夜ご飯の食材買ってこなきゃいけないからさ。ちょっと近くのスーパーマーケット行ってくるから。まだやっててね。あ、じゃあお支払いはカードでお願いします。あ、大丈夫です。レジートいらないです。はい、ありがとうございます。あ、駐車券ください。駐車券。あ、ありがとうございます。よし、戻ろっか。やってるー。あれ？あれ？ねえ。見ちゃったよ、俺今。ね、君ね、今ね、立ってなかった？ちょっと特別指導しようか。ちょっとこっち来てもらっていい？君はね、今ね、ちょっとサボってると思ったんだよ。どうなの？実際。今ちょっと俺がいないからって、なんか気抜いてたでしょ。そんなことない？ちゃんとやってた？私ちゃんとやってたっぽいの。じゃあ、いいでしょ。いいよ、じゃあ、戻っていいよ。ちょっとさ、お腹痛いからさ、病院行ってくるから、みんな、そのまま続けといて。病院行ってくるから。なんかさ、やっぱさ、これサボってない？これ。これやっぱ、サボってるよね。ね、見てるよ。ねえ。ねえ。見てるよ。君もサボってんだけど、みんなよ、みんな。まず君はアウトだ。君は、まずアウトだ。ね、見てたよ、俺今。ちょ、猫ちゃんにご飯あげてくるから、結構ガチ、マジなんだけど。猫にご飯あげてくるから。ちょっと、マジでやってて。ほんと、頼むよ。頼むよ。ちょっと猫ちゃんにご飯あげて。
あ、ただいまー。ただいまー。な、なにこれ。なんで俺今、俺、なんで俺の周りにいたの？ねえ。俺、猫ちゃんにガチでご飯今あげに行ってたんだけど、煽ってなかった俺の周りで、ちゃんと。ねえ。仕留めた。一気に仕留めた。